昨日、幼稚園のお迎えの時に、娘に、帰ったらアメリカンドッグを作って、と言われた。そのセリフを、運悪く、同じクラスのママ A に聞かれた。何々、アメリカンドッグって？私さん作れるの？すごい、セコ娘にも作って、材料も、どうせたくさんあるんでしょ？旦那も好きだから作らせてあげるよ。セコ娘よかったね。私さんが、アメリカンドッグ作ってくれるって。私あなたに作ってあげるなんて言ってませんが。お断りします。ホットケーキミックスと魚肉ソーセージがあれば簡単にできますよ。セコ娘ちゃんもママに作ってもらった方が喜ぶと思いますよ。と言ったが通じない。簡単にできるんだったら作ってよう。ケチケチしないでさ。だと。ムカついたので、断るって言ってるのにしつこい。と一括してそそくさと帰ってきた。セコ、私に一括されると思ってなかったのか立ち尽くしてたよわら。です。でも、ピンポンって家に来たりして、アメリカンドッグ受け取りに来てあげたわよ、とかわら。旦那も好きだから作らせてあげるよ。こんなことリアルで言われたら、やっぱりポカーンとなってしまいそうだ。で、一泊置いて作らせてあげるって何様？と心で思う。多分、この時、心の声を口から出しちゃえばいいんだよな。うん。この手の人って、なんで、材料はたくさんあるだろうから、って勝手に考えるのかね。昨日食べた残り物で作るかもしれないのに。一括するってのは、いい作戦だ。本気で怒りをあらわにした方がいいかも。